ペルボアさんの聖母は、フランスのベリー地方、アンドル県、ペルボア山で起こった一連の聖母出現である。この地域は、西シャトールーの西にある、ブール時代市教区にある。1876年、カジ商人のエステル・ファゲットは、15回の聖母出現を一連に受け、重い結核から回復したと主張した。1877年、一般人によるペルボア産の聖母巡礼を、 ブールジュ大司教が許可し、エステルの寝室が礼拝堂に作り替えられた。1983年9月8日、ブールジュのポール・ヴィニャンクール大司教はこのエステルが重病から回復したことについて、現代医学では解明できず、カトリック教会ではこの出来事を奇跡と認めると、正式に宣言した。カトリック教会は、ベルボワ山の聖母出現にまつわる巡礼について、 正式な発言をしていないが、巡礼は奨励している。ペルボワさんの聖母で、特徴的なのは、聖母が一連の出現の中で、精神のスカプラリオを使うよう求めた点である。エステル・ファゲット・エステル・ファゲットは1843年9月12日に、シャロン・アン・シャンパーニュの近くにある、サン・ムミーに生まれた。エステルは14歳の時に、聖母の子供という修道会に入った。 その後、聖アウグス内の会の女子修道会に入会した。しばらく修練女として勤めたが、階段を踏み外して、足を痛めてしまった。当初は、捻挫程度で軽症と思われたが、2週間後も、怪我の状態は良くならず、医師たちが一時、足の切断を検討するほどにまでなった。1863年9月15日に、エステルは、 しぶしぶ看護修道所としての人生を目指すことを諦めて自分の実家に戻った。聖母が出現した当時、ペルボワさんは人口約千人で商業が中心の土地であった。エステルは1865年からアーティューラ・ロシフコープ人に使用人として雇われ、パリとペルボワ山を行き来する道家に随行し、子供の面倒を見るなどして仕えていた。 エステルはもともと病弱であったが、1875年5月下旬にパリで重い肺結核を患った。エステルが32歳の時であった。ラロシフ公はエステルをペルボワ山近郊のポワリエモンベルテ近くにある別荘へ移したが、その後も病状は良くならなかった。エステルは子供のように純真な信仰を持っていた。エステルは 病気を治癒を願う手紙を聖母マリア宛に書き、友人に頼んでこの手紙をボワリー・モンベル邸の庭園内に作られたルルドのグロットの聖母像の足元に置いてもらった。邸宅はペルボワさんから約3キロメートルほど離れたところにあった。1876年1月下旬、エステルの雇い主であるラロシフコー博人らはパリへ旅立つことになり、 ペルボワ三教区の教会近くに所有している民家にエステルが住めるよう手配した。飲み物以外は口にすることができないエステルは2月の14日に周遊の秘跡を受けた。彼女を診察した医師はもう長い時間生きてはおられないだろうと診断した。エステルが一連の生母出現で自らが経験したことについて語った内容は次の通りである。 最初の出現があったのは2月14日、月曜日の夜から翌15日にかけてで、聖母が言うには、キリストの五つの傷にならい、エステルはさらに5日間苦しまなければならない。そしてこの5日間が過ぎれば、エステルは死ぬか、病気が感知するかのどちらかになるだろう。もしエステルが生きることとなったら、聖母の栄光を世間に知らしめる務めを負うことになる。その後、4日間続けて、 夜になると聖母がエステルの元を訪れた。火曜日の夜、聖母はエステルが土曜日に歓知すると告げ、次のように言った。ミコがあなたの命を救うのはあなたにそれが必要だからです。ただし、苦しみから逃れることはできません。ミコが心を動かされるとすれば、それはあなたが大変な人獣と忍耐を示した時です。水曜日にも聖母が出現し、 私は慈悲深く、巫女に、あらゆる影響を与える存在です。あなたの善行と私への熱心な祈りは、私の母なる心を動かしました。と言った。この石板は、死の病から救ってくれた感謝として、エステルの願いにより、ペルポは山に建てられた。金曜日の夜、聖母は前夜までのように、ベッドの片隅に立つのではなく、エステル近づいてきて、石板を見せた。 その石板はエステルが病気の感知を感謝して設置したに違いないものでそこには次のように刻まれていた。私は憂いの果てに聖母に願った。聖母は私のために巫女へ取りなしてくださった。私は完全に治癒した。石板は真っ白ではなく四角に金のバラが描かれており、てっぺんには炎のようなハートが描かれていた。そのハートは上に バラの王冠が乗っていて、剣で貫かれていた。土曜日、エステルが生体を配慮すると、彼女は感知していた。エステルはすぐさま普通に飲食できるようになり、数日後には家事をこなし、疲労の色も見せずに庭仕事をしていた。その後、7月1日の土曜日から3日連続で3回の聖母出現があった。聖母はエステルに、ミコの心は愛に満ちています。 そのためミコは、私の願いを拒否することはありません。私はここを罪人たちが罪の償いをする特別な場所に選びましたと言い、エステルにはもっと平静を保つようにと伝えた。聖母は9月9日の土曜日、10日の日曜日、15日の金曜日に出現した。この時、聖母が身につけていた小さなスカプラリオがエステルの目に留まった。 純白の布地のスカプラリオをエステルは以前に目にしたことがあった。しかし、この日のスカプラリオは赤いハートが縫い付けてあった。このスカプラリオを身につけて私を通景すること、それを私は嬉しく思いますと聖母は言い、そしてこの地こそ私の栄光が称えられる場所なのですと言った。その後の聖母出現は9月15日で聖母は教会とフランスのことを 心配しているといい、もうこれ以上、巫コを抑えることはできない。フランスは苦しむことになるだろうと言った。その後、さらに11月1日の水曜日、5日の日曜日、11日の土曜日と3回の出現があった。11月11日にエステルは聖母が身につけていたスカプラリオと同じものを作る準備をしていた。この時聖母は、 あなたは私のためにずっと働き続けてくれていたのですね。もっとたくさん作ってください。勇気を出してと言い残して去った。1876年12月8日の金曜日が最後の聖母出現となった。この日、聖母の子供たちを迎えるため、エステルの寝室にある暖炉が祭壇に仕立て上げられたところであった。聖母はエステルにこのスカプラリオを地元の司教に見せて、 これを広めるために、司教の力添えを求めなさい、と言った。エステルは、ペルボワさんの地で1929年8月23日に、逝去した。それは87回目の誕生日のわずか数週間前のことであった。この出来事に対する最初の調査は、ブールジュノラ、トゥール・ドーベルニュ大司教が言った。エステルは、大司教の許可を受け、 1876年4月30日に自分の難病が感知したお礼として、お告げに出てきた通りの石板を教区教会の壁に貼り付けた。12月8日にはエステルの寝室が小さな礼拝堂に衣替えされ、その数日後に大司教がエステルの越見を受けて精神のスカプラリオを量産することを許可した。1877年に大司教は 聖母出現の調査を提起し、エステルを知る56名について尋問をした。コメントを控えたいとする1名を除き、その他はエステルに好意的な話をした。二度目の尋問は1878年12月に行われたが、結果は似たようなものだった。すべての恵みの母の会が1877年7月28日に設立されたが、その際に、 ペルボアさんの聖母出現については何も語られなかった。この快速は4月27日に認められた。1892年にローマ教皇レオ13世はペルボアさんの聖母聖堂について2つの許可を出した。一つはこの聖堂でろうそくを捧げること、もう一つはこの地を巡礼する者にいくつかの免称が与えられることである。 1894年には栄誉ある新人会の連携の像を作成する奉仕団体を設立し、1896年5月12日には像が完成した。教皇レオ13世は1900年1月17日、18日に一般疫犬者たちの前でこの像を受け入れ、ローマ教皇庁、天霊省、現在の天霊省は精神のスカプラオの使用について、 認可を検討すべきだとした。この正式な認可が与えられたのは1900年4月4日である。1893年にはボアイエ大司教がこの聖堂の近くにドミニコ会の修道院を招聘した。1897年4月にはサボゲ氏がブールジュの大司教になった。同じ年の8月14日にこの大司教はペルボワさんの聖母聖堂に関する。 出版物に関する許可について、前任者の許諾を更新した。その後に、フランス国内及び、カナダから多数の探案書が届き、大司教は三度目の諮問会を開いた。それによって、エステルが信頼できる証言者であることが再度、確認された。1903年4月16日、かつて、エステルの寝室であった、礼拝堂が、 その場所の処分権限を持つら露出不公、白爵夫人によって公式に閉鎖された。1903年には、その閉鎖された礼拝堂に、たくさんの巡礼者たちが鈴なりになって押しかけ、40名の警察官が動員されるほどであった。サボネ大司教は、この礼拝堂の前に集まってはならないとした。九百十五年十月十七日、ローマ教皇ベネディクト十五世は、 聖母がご自分の恵みを配分するための特別な場所としてペルボワさんをお選びになったとコメントを出した。1922年12月22日ローマ教皇庁天礼省はペルボワさんの地元教区協会と聖母制度に隣接する修道院において9月9日にペルボワさんの聖母への放納ミサを行うことを許可した。 1936年6月7日に、ローマ教皇ピウス11世は、ペルボアさんの聖母の絵画を、ドミニコ会に寄贈した。この時に、ドミニコ会へ手渡したのは、パセリ枢機教、後のローマ教皇ピウス12世である。1981年12月7日、ブールジュのポール・ビニャンクール大司教はエステルが、 難病から治癒した経緯について詳細に調査する医学諮問委員会を立ち上げた。1982年9月6日、その報告として、このエステルが治癒した理由については、現在の科学的手法で解明することができないとし、明らかに奇跡と呼ぶことができるとの結論に達した。1983年9月4日、ペルボアさんの巡礼者たちに対し、大司教は、 調査委員会がエステルの難病からの治癒について奇跡的な性格を持つものであることを見出したと話した。これは9月9日に文書として公式に確認された。1984年9月9日、ペルボアさんの聖母に対するノベナが認可された。この家でエステルは聖母の原種を見た。現在は聖ヨハネ修道院となっている。ありがとうございます。